今日も動画をご覧いただきありがとうございます。花文字 TV です。2月に発売されたファミリーマート限定アナスイサンリオコラボのマグカップとゼリーを友達が買ってきてくれたので花文字と一緒にご紹介します。花文字はバラの絵を添えて漢字でバラと書きました。それでは本日もスタート。2月にアナスイコラボ限定書き下ろしデザインのマグカップとタラミの白桃ゼリーがファミリーマートにて数量限定で発売されていました。友達も探し求めて店舗を回って奇跡的にゲット。私にも買ってきてくれました。価格は1つ728円。この価格で可愛いマグカップとゼリーでお得ですよね。マイメロとクロミちゃん、黒と紫の組み合わせとバラ、蝶のモチーフがアナスイの大好きなところです。クロミちゃんも好きなのでとっても嬉しいコラボでした。マグカップはスープマグにも使えそうな大きさ、そして思っていたより飲み口も薄めで飲みやすかったです。もらった時はゼリーが入っていたので重く感じましたが、マグカップとしては軽めだと思いました。ゼリーもマイメロ、クロミちゃん、シナモンロールが入った特別パッケージ、白桃ゼリーもあっさりした美味しいタラミのゼリーでした。2つ目はシナモンロールとアナスイ。シナモンロールの蝶の飾りとバラを手に持っているのが可愛いですね。マイメロバージョンと違うデザインがとっても気に入りました。色は薄いピンクパープル系、色もイラストもとっても可愛いですよね。皆さんはどちらが好きですか？私はシナモンロールのデザインが気に入りました。どちらも可愛いんですけどね。以前ご紹介しました極上蜂蜜紅茶を入れて飲んでみました。これから真夜中の作業で大活躍してくれそうです。とっても可愛いマグカップをありがとう。大切に使います。それでは花文字をご覧ください。今日の花文字はバラ。バラが好きなのにバラと花文字では初めて書きました。大好きなアナスイをイメージしてパープル系で組み合わせたカラーで書きました。バラの花も書きましたよ。消しゴムハンコもバラっぽい花と蝶で、またバラのハンコも作ってみたいと思います。バラはこの日イラストを入れかけて書き方を考えてみました。バラに見えるでしょうか。お花や動植物もいろいろ組み合わせてオリジナル吉祥絵も楽しみたいですね。バラって漢字は難しいですね。画数は16画と16画で32画。もっと画数は多いと思ってたんですが、そんなに多くないんですね。皆さんは清書とかするときに一度練習しますか？私は一発勝負、集中力が持たないんです。なので失敗すると翌日とか日にちを置いて書きます。何時間も集中力を保つ訓練とかあるんでしょうか？
集中力が保てる人が羨ましいと思います。細かい作業とかは好きなんですけどね。バラの花言葉はカラーによって違いますね。今回のパープル系のバラは気品、誇り、好奇、尊敬、良品。また本数によっても花言葉が違うんですね。一部ですがご紹介しますね。1本は一目惚れ、あなたしかいない。2本はこの世界は2人だけのもの。3本は告白、あなたを愛しています。8本は 100% の愛だそうです。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。また好きなもの、かわいいもの、おいしいものも合わせて花文字をご紹介します。高評価、チャンネル登録お願いします。それではバイバーイ。